美味しい。ラーメン食べるか。ライス食べたい。美味しいやってる。嗅覚宜野湾店好評営業中。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。長浜モーターからのお知らせです。返事は好意のバロメーター。私たちは思いやりを大切に皆様のお越しをお待ちしています。新車、中古車のご相談なら、宜野湾中古車街道、長浜モーター 892-3719 892-3719。 宜野湾ヒルズ通りの一度は行きたいお店、カラオケラウンジムチャス。午後5時から12時まで元気に営業中。5時から7時はタイムサービス実施中。オレンジ色の看板が目印、カラオケラウンジムチャス。お父さん、野球したい。今日は海に行くって言ったさ。綺麗な景色を見ながらお酒を飲んでゆっくりしたいわ。あ、どうしたらいいんだ。家族みんなの思いを叶える。聞こえますか、聞こえますか。宜野湾海浜公園、宜野湾で全部できちゃうお得な施設、詳しくは羽衣パークで検索。Southern Breeze, Southern Breeze, Southern Breeze。時刻は5時8分を回りました。この時間はですね、宜野湾市内のお天気、道路交通情報をお伝えします。はい、よろしくお願いします。はい、今日ですね、29日、曇り時々雨、あ、違います、晴れ時々曇り、そして東の風、何を言うんですか。東の風やや強く曇り、はい、そして時々晴れ、うん、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い、はい、激しく降るでしょう。なるほど、はい、うん、波は 1.5メートル、後に2メートル、高いですね、はい、これからの天気で、お、こんにちは、こんにちは、若いですね、若いですね、20歳前後ですね、20歳前後ですね、はい、そして降水確率、はい、30% ですね。そして日中の最高気温は32度、はい、ね、ちょっとね、あのトロピカルビーチ上空雲が多くなっていますが、そうですね、夕方から雷を伴うって書いてありますからね。はい、水平線の向こうは、晴れていて、結構ね、青い空も見えるんですよ、向こうにね、うん、向こうにね、向こうにね、でも大丈夫そうですね、あの遊泳時間は7時までなので、7時までは持ってくれるでしょう。そうですね、あの海で今泳いでる皆さんも気持ちよさそうに泳いでますね、羨ましい。今30何度か多分あらずですから、はい、うん、30何度か、はい、32、3度もっとかな。僕の体感で言いましょうか、はい、35ぐらい。本当ですか、私30ぐらいです。あ、じゃあどうする、どうします、かけます。どうやってって感じですね。はい、ということでですね、沖縄本島地方では発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。沖縄地方は太平洋高気圧に覆われておおむね晴れています。沖縄の南の海上には熱帯低気圧があり、北北西に進んでいます。ほう、ということですね、うん、はい、続きまして、はい、道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道高速道路ですが、今の時間目立った混雑渋滞はありません、はい、そして一般道ですが、宜野湾市内混雑渋滞見られます。前原交差点ですね、前原交差点から大蛇交差点にかけて長い渋滞続いています。また国道58号線那覇向け伊佐交差点で渋滞、茶炭でも北向けで渋滞が見られます、はい、また国道58号線牧港ぐすくま間那覇向け渋滞が見られます、はい、またですね、この漬け欄、国道330号、漬け欄からライカムにかけて長い渋滞が続いています。ライカム方面行き、はい、漬け欄からライカムまで長い渋滞が続いておりますので、皆さん気をつけて通行してください。よろしくお願いします。はい、ではそれではですね、以上道路交通情報、お天気情報でした。さあ、ですね、トロピカルビーチの皆さん、こんにちは、こんにちは、こちら FM 宜野湾のサテライトスタジオより
生放送でお送りしておりますサザンブリーズという番組でございます。はい、はい、この売店の横でやっておりますので、うん、皆さんたくさん絡んでください。そうですね、よろしくお願いします、はい、そして今日のトークテーマいきましょう。今日のトークテーマ何ですか？懐かしきあの頃ということですね。はい、例えばどんな話します？例えば、うん、例えばですね、昔〇〇だったよとかですね。昔〇〇だったよ、昔はこうだったなぁなど、うん、あと淡い恋心など淡い恋心、昔懐かしきもわかんないですね、はいはい、そうですね、皆さんこの番組はですね、小粋な音楽と海に合う、はい、海に合うかね、小粋な音楽と小粋なトークをお楽しみいただいておりますはい、はい、ということで何かありますか？昔懐かしき。何話そう何話そうって言うので頭がいっぱいで、なんか結果なくなりました。淡く消え去りました私の思いは。ああ、コメントも来ないよなそれは。本当ですよね。タラ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 。キャンさんはこの後に入ります。皆さん声聞こえますか？CM とオパンティ教授の声は聞こえるようになりましたと自分に言うんです。なんか真面目なヒントありがとうございます皆さんこの人変態です今入ってるんですか？入ってますよ。あ、そうです、僕は変態だと思います。はい、あなたは変態だと思います。私もあ、キャンナーは入ってないな。あ、ちょっと待ってよ。はい、今入ってるよ。シュプリームさん、ありがとうございます。キャンです、よろしくお願いします。あれな、本当に定型文考えよっか、ちゃんとね、うん、このこんなこと言う、こんなこと言うっていうのをね、はい、あの要するにあれだよ、フリートークの時じゃなくて、うん、この前ね、うん、うん、トルピオで、トロピオで。そうじゃないともう恥ずかしいな、トロピに対してな。そうそう明日からぜひまああまり気にしないのか。ミスズちゃんはそっちなくこなしている。そうですね、じゃあ私も焦り感がないんですよ。ああ、はいはいはい、でも私ももう焦って人の話聞かないってことがない。私も今日で卒業。そうです、もうあれですよ。あ、そうだよな、いやもう話すことないやし、こっちで。そうなんですよ。あ、でもあれがあるさ、あつこの、あ、あつこは、うん、高橋さんが今日、うん、来週は、うん、考えてくるって言ってました。何を話すこと考えないよ。そして来週は絶対面白いゲストを連れてくるって断言して毎週言ってない。去っていきましたお、中国人っぽいですね。中国人っぽいですね。パーティーピーポー感が半端ない。パーティーピーポー感が半端ない。うん、かわいい。キャン、ごめん。ちょっとさ、外で放送なってるか聞いてきて。外、聞いてきて。うん。そろそろ。で、来たらもう、あれ喋らそう。はい、いや、ちょっと喋ってからがいいな、うん、OK? ありがとうございます。うちや、本当ですか？はい、時刻は、5時16分を回りました。はい、トロピカルビーチを皆さん楽しんでいるでしょうか。いるでしょうか。
いるでしょうか。なんか言うんですか。はい、はい、今日のですね、この番組はですね、はい、FM ギノワンというラジオ局からお送りしております、うん、1時間生放送でございます。はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあさあ、あのですね、はい、テーマ、トークテーマ、はい、いつもねこの番組トークテーマを設けながら1時間おしゃべりと、はい、そして音楽を楽しんでいただくという番組なんですが、はい、トークテーマ何ですか。今日は懐かしきあの頃、懐かしきあの頃ということで、はい、懐かしきあの頃、だいたいどれぐらいの話をすれば懐かしきあの頃なんですか。自分がけど懐かしいと思えば懐かしいですよね。おう、去年でも、去年でも懐かしいですよね。一月前でもダメですね。一月前はダメですね。あ、そうなんですか。せめて去年ってつけば。せめて去年、去年ももう新しくないですか。そっか、まだ 6ヶ月しか経ってないですもんね。ですね、僕は42歳、うん、そして昨今が29、30、25です。30にしか見えない、ね、声はね、声も声は声はですよ、声は声も声も、見た目もなので、懐かしさの度合いがね全然違うんですけど、うん、はい、はい、もうね今日はボロボロですね。そうなんですよ、いつもなんですけどね、いつもですね、久々にトロピに来たらボロボロになりますよね。テンパる。あの、はいはいはい、緊張してね、緊張して。はい、ということで、はいはいはい、まあ懐かしいってもうだから全然違うんですけど、僕らがもうね小学校とか中学校とかっていうのは昭和ですから。昭和、うん、私平成生まれですからね、ちなみに。平成4年です。しかも4年、うん、マジか。平成4年はもう結婚してました。してないよね。してない。してないですね、まだ。昭和年生まれですか。僕50年です。ん、昭和って何年まであったんですか。63、4、4年ぐらいか。うん、じゃあまだ結婚はされてない。あなたが生まれた年は僕は何歳なんだろうか。1900何年92年です。92年。キャン君、92年引く75をしてみて。今入ってない、うん、はい、17です。17だから僕が17の時生まれてるわけですよ、あなたは。あ、そっか、はい、だから結婚はもう無償してませんよね。できないですもんね。ただいろんなことは済ませてますよ。ああ、あれ、いろんな、いっぱいありますよね、いろんなってね。そうそうそう、もう免許も持ってる年ですもんね。持ってないです、18です。バイク、あ、バイク、僕免許取らないで乗ってたんです。はいはいはい、ということで。まあ昔、それもそれこそあれですよね、難しい、懐かしい。あ、そうそう、懐かしい、ね、お、はい、こんにちは。こんにちは、かわいいの。かわいいね。あら、何年生ですか。3年生。3年生、大きいね。大きいですね。あらあら、恥ずかしがって。かわいいですね。ちょん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 って歩いてますね。はいはいはい、はい、そしてコメントも来てますね、うん、シュプリームさんから。はい、何十年前、幼稚園児の時の初恋相手、さっちゃんは何してるかなって。お、懐かしい、これぞですね。初恋の話しますか、じゃあ。はい、初恋、この時間帯は。はい、どうぞどうぞ。なんか初恋ってさ、うん、でも幼稚園の頃の、うん、初恋なのか、それとも本気での初恋なんていうの。あれさ、あ、あります、ね、幼稚園の好きなんていうのはもう誰でも好きなわけですよ、うんうん、お母さんも好きですよね。言ってみれば、うんうんうん、そうじゃなくて実際にも異性として。はいはいはい、どっちの話をしますか。異性の話をしましょう。異性のね、はい。じゃあキャン君はまだなんだって。もうちょい後で、はい。落ち着かないとね、まずこっちがね。はい、私いいですか。どうぞ。私初恋が、うん、本当にこれ異性と、異性として、うん、それまであんまり、まあ、適当に、適当だったんですけど。何が適当なんですか。適当に遊んでたんですけど。何をですか。どういうことですか。適当に遊んだってちょっとね、語弊がありますよね。語弊がありますね、うん、あんまりですね、はい、異性として見ていなかった時期がありまして、人のことを、人のこと、男の子のこと、はい、はい、ですね、うん、15歳の時に初めてちゃんと好きな人ができまして、うんうん、はいはいはい、でも初めて好きになりすぎて、うん、こうどうしていいか分からなくなって、はいはいはい、でも付き合うことはできたんですけど、お、流れで、流れで、なんかあるじゃないですか、若い時って。ないです。流れで付き合うって何ですか。なんかあったんですよ。いやいや、その辺ちゃんと説明してほしいな。なんていうんですか、この、うん、
あ、向こうから多分言われたのか何だったのか、私が好き好きオーラを出しすぎて、あ、もう忘れたんだそれも。そこは忘れたんですけど、うん、この好きで初めて好きになりすぎて、うん、どうしようもなくて花火大会に一緒に行くことになったんですよ。はいはいはい。でもみんなで、うん、みんなで行くじゃないですか若い時。はいはい、みんなで行きますね大体中学校高校とかはね、はい、で、うん、終わった後にも花火しようってなったんですよ2人で。はいはいはい、2人でですよ、うん、ただ私他の人とは普通にあの遊んでたんですけど、はい、この本当に好きになった人だけ、うん、一言も喋れず花火、うん、花火ですよ花火、お互いしてるのに2人で、2人でしてるのに一言も喋らない、一言も喋らない花火、はい、はいはいはい、すごくないですか、昔懐かしいですよね昔懐かしくないですねなんでですか、今だったらもうね、しゃべくり倒すじゃないですか。ああ、なるほど。逆にね、うん、こう気に入られようと思って、はいはいはい、しゃべくり倒すんですけど、うん、あの頃はね、もう一言も喋れず終わったっていう話の、終わったの、その例も終わりました。花火だけ、花火と一緒に消え去りました。あら、ちょっといいですね、さっきの夏祭りみたいな、さっきかけたね曲のね、さっき夏祭りかけたんですねそうですね、もうテンパりすぎてそれすらわからないっていう、聞こえてなかったなんかありますか。僕はね、中学校2年生ぐらいの時に初めてお付き合いしまして、うん、はい、もう大好きな子ができてですね、うん、この子がさ、この授業中ちょっかい出してくるわけですよ、かわいい、うんうん、この手紙、何ちっちゃい手紙でなんか回して、そうそう回してきたりしてね、もうこれはたまらんなと、うん、でそんな中学生いますこれはたまらんなで、この女子の友達に聞くわけですよ、あれは誰が好きなのかなみたいなそしたら、はいはい、俺とだったら付き合ってもいいよっていうのを聞いて告白しまして、はい、で OK もらってですね、うん、その時そう覚えてますよ、付き合ったら何するのって言うわけですよ、はい、うん、そしたらおしゃべりって言ったんですよ、かわいいでしょ、そしたらあっちもニコって笑っていいよって言って、かわいいですね、かわいいでしょ。でそのうちは寮生活だったんで、うんうん、寮の全寮制だったので、もうもちろん男女交際禁止なんですよ中学校の時は、うんうん、だけどみんな隠れて付き合ってたんですけど、そのデート場所が山の奥とかなんかよくわからんところ、はいはいはい、うん、でその当時なんか付き合うというのが流行ってて、はいはい、ありますね、そうそうそう、カップルいっぱいいてですね、うん、もうなんていうの、デートコースはほとんど取られてたわけですよ、うん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 、わかりますか。で僕が選んだのがもう体育館倉庫という別に変な意味じゃなくて変な意味じゃなくて2人あの人がね、うん、ああいう時見られるの恥ずかしいですかね、恥ずかしいから若い時は、うん、夜ですよ夜中、はい、あの体育館倉庫に呼び出しまして、うん、はい、おしゃべりして、うん、終わったという。あ、で別れたんですか。もう別れたっていうか、そうね、あの時ってあれなんですよね、そうそう、うん、なんかもう会えないみたいなことを言われて、なんでやねんってなりましたね。泣いた。泣きはしないね、そんな感じ私それで思い出したんですけど、はいはいはい、昔、うん、付き合ってる人がいて、うん、浮気されたんですよ。ほうほう。初めての浮気だったんですよ、うん、人生で初めて浮気された日で、その日が、うんうん、それを聞いて、うん、夜中ですよ、うん、自転車で、うん、すっごい音楽大音量で、うん、あの悲しい曲を、うん、すっごい大きな声で泣きながら、うん、自転車をすごい飛ばしてたっていうのを思い出しました今ありません、そういう時期って。ありますね、なんでしょうね、今じゃ絶対できないじゃないですか。できないですね。もうほら今は大人になったら見て見ぬふりをしてしまうんですけれども。見て見ぬふり、あ、浮気を、浮気を、そういうことがあってももう知らないっていう感じなんですけど、あの頃はねもうすぐ表にね、うん、出てしまいますから。そうなんですよ、はい、まあこんな感じで皆様ね、懐かしいあの頃ありますでしょうか。皆様ぜひ、あの売店の横にスタジオがありますので、直接言いに来てもらった方が私たちは楽しいですお願いしますということで、ここで1曲をおかけいたします。さあ行きます、アビーチで Hey Brother。 熱いっす。すいません、オフトークの間にちょっといいですか。うん、
あ、今入るよ、はい、熊本バッテン、龍神正也さん、来てたね、多分僕だと思います。そうですね、結構れぬちゃん AKB と付き合ったの、そういえばかっちゃんとな、ね、なんか出てたみたいね、フェイスブックに載ってましたよ。どうなんでしょうか、この辺付き合ったらね、ちゃんとおめでとう言わんといけんしね、はい、うん、どうなんでしょうか、どうなんでしょうか、それともこのかっちゃんの得意の妄想なんでしょうかどう思いますか、キャン君。ちょっとコメントするほど僕情報がないのでちょっと差し控えてもよろしいですか。うまい逃げ方、こういう逃げ方でしょう、うまいか、いや、うまくもないか、うん、がっつりおかげさんは妄想ですじゃあ、おかれあさあ、もうお久しぶりです、あ、お久しぶりです、ハナちゃんともちょっとハマってんのか嬉しいね、ね、面白いって言ってました。好評営業中。生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ。皆さん来ましたか。私たちは天馬から、ちょっとね最近調子悪いんですよ、ごめんなさい。地域を照らす場所サンフティーマ、すいません。16周年、これからも地域とともに。相続って何から始めたらいいのかね。子供たちに迷惑かけたくないさ。
相続や税金のことで悩んでいる MTMR さんこんにちは。うまんちゅなんでも相談室がいおりちゃんこんにちは。あなたの悩みを解決します。相談料は無料。今度デートしましょう。相談に応じます。うまんちゅなんでも相談室に相談してよかったさ。トラブルを起こすかっちゃん、だから付き合ってんのか。ししレナちゃんとお問い合わせはレナちゃんどうなんでしょうか。866-4343今のトークも聞こえてます。866シーサーシーサー今お振り回す1回時刻は5時32分を回りました。はい、ということでさあ今日はですね、トロピカルビーチから生お送りしております。皆さん、はい、FM ギノワンと申します。よろしくお願いしま す。こんにちは。こんにちは。サングラスのお兄さんかっこいいですね。なんかイケメンですね。イケメンですね。グーってやってますね。はい、このトロピカルビーチにあります売店の横で、はい、サテライトスタジオ FM ギノワンがやっておりますので、皆様なんか人通りが増えましたね。はい、もう皆さん絡んでください。ぜひお願いします。今日のですねトークテーマ、うん、懐かしきあの頃ということで。懐かしきあの頃、こんにちは。こんにちは。はい、はい、まあまあそんな感じでお送りしておりますが、はい、ですねここでちょっと、はい、まあゲストというか登場していただきましょう。どうぞ。FM ギノワンに、6月1日より勤めております、キャンと申します。よろしくお願いします。はい、真面目なキャン君。真面目だけど変態というね。少しね変態チックなんですよね。少しじゃないんですよね。かなりですけどね。かなりのド変態。はい、キャン君がやってまいりました。木曜日ですね、私がですねこのサザンブリーズ担当していたんですけれども、うん、はい、7月から交代で。そうそう、諸事情でですね。諸事情、はい、まあまあまあ大人の事情というか、何ですか、何ですか、うん、なんで結婚するしないですね。せーの、結婚しません。はい、はい、青野軍団さんからも妊娠かと来てるんですが違いますね。そうそうそう、ただのシフトチェンジでございます。はい、はい、すいません、あのね、子供、そうですね、子供のねお迎えが難しくなりましたので。そうそう、難しくなったんですよ、普通に諸事情。本当に、はい、ということで、はい、キャンさんが、ね、そうですね、木曜日担当しますので、皆様ぜひいっぱい絡んでください。そうそうそう、はい、キャン君も、はい、よろしくお願いします。抱負をじゃあ言っときましょうか。抱負ですか。抱負、そうですね、ちょっと僕は今からですね、番組を持つということで、まあ、トロピカルビーチの方やっぱりこの雰囲気に合った音楽をお届けできるようにちょっと趣味で DJ をやっているので、そういったプレイでちょっと盛り上げていきたいな。プレイでプレイでやりますね。はい、はいはいはい、よろしくお願いします。キャン君、はい、名前はまさかマサヒロじゃないよなって。マサヒロではないです、僕カズマサと言います。カズマサですよ。はい、軍団さん誰と間違ってるんでしょうか。うん、はいはい、ということでキャンさん何か懐かしきあの頃ありますか。うん、懐かしきあの頃、あ、じゃあ初恋の話しよう。初恋、はい、うん、初恋ですか。はい、本気で好きになったのは、同級生好きになった小学校2年生ですね。小学校2年生。はい、なんかすごい楽しそうなカップル。いいですね、カップル。あら、懐かしきあの頃ありますか。何かありますか。懐かしきあの頃ない。後で絡みに来てください。嫌だって。嫌だって言ってました。はい、そして小学校2年生の時、はい、はい、あの同級生2人好きになりました。やっぱ変態チックで。2人初恋で、2人好きな子ができました。うん、でもその前にも一応好きなことはあったんですけど、うん、はい、それこそなんか先生に惚れるみたいな。あ、先生ね。はい、先生いいですよね。私も好きでした先生。そうなんだ。俺先生に惚れたこと一回もないな。そうですか。僕の頃大体おばちゃんだったんで。僕の頃って何ですか。いましたよ絶対、若い人も。でも高校の時とかね、先生とかすごい、はい、人気でしたよね。あ、人気の先生とかいらっしゃいますからね。いましたよね、はい、男も女も。
ああ高校の時はね、うん、でもやっぱりちょっとね年上すぎてダメでしたけどね。あ逆に、うん、若い時から若い子が好きだったんですか。なんすかその言い方。はい、はい、青野軍団さんからコメント来ております。ありがとうございます。ありがとうございます、言ったよキャン君が一生懸命トークしてんのに無視すんな。まあまあまあそんな感じで、はいはい、どんな感じですか。キャン君もねこれからお送りしていくということで、はい、はい、よろしくお願いします。初恋が2人同時に好きになるというかなりの、うん、恋愛体質キャン君がこれから恋愛 DJ としてこう恋愛 DJ 、はい、恋愛 DJ として、デビューしていきますので新たなジャンルを開拓ですね。そうなんですよ。はい頑張ってください恋愛 DJ、はい、頑張ります、はい。来週からキャン君が、この木曜日担当しますので皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ということ で、 ということで、ね、はいキャン君、はい、もう今ちょっと待っといてね、はい、下げました。退場でねちょっと待ったよ見といてねキャン君はね。さあコメントいっぱい来てますよ。コメントがこっち表示されないのでごめんなさい。 OK です。お願いします。恋するかっちゃん先生には惚れませんおばさんばっかりやったからって来てますが、うん、懐かしいあの頃20代の時女と絡み合ったことが懐かしいわって来てます、うん、わらとか来てますが絡み合ったってすごいですね表現がね、うん。嘘つくなよ。さあいおりさん昼寝言うね笑いしすぎて22分に起きるという残念さって来てますね。ありがとうございます。ありがとうございます。でも来てくれましたね。はい、はいはい。そんな感じで皆さん来てくれてますね、うん、ありがたいですね。はいはいはい。まあそんな感じです。あバッテンマサヤさんも来てますね。みやちゃんぺオンザビーチさん、はい、ありがとうございます。さあ、今日のトークテーマは懐かしきあの頃、はいということでですね、ははは、はい、昭和な山内おじさんと平成生まれの、うん、若め女子がお送りしてますがですねはい、なんか昔昔の遊びやった遊び行きましょうか、ねうん、何があります。僕らはねやっぱファミコン世代ですから。ファミコン、ファミコンにハマってて。わかんないファミコン。ファミコンわかんない。スーパーファミコンわかる。わかんないファミコン。あ、私プレステ2の時代です。プレステ2の前にはファミコンっていうのがあったんですよ。ファミリーコンピューター。あのあれですか、ゲームボーイですよ。だから知ってるの。いやいやいや赤と白のさ。わかんない。多分今歩いてるお姉さんたちもわかんないと思う。お姉さんたちファミコンわかる。ファミコンわかんないんじゃないですか。何も言わないってことはわからないんでしょうね、うん、ファミコン、あのカセットガチャってやるやつですか。そう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 。あ、なんかテレビで見たことはありますけど、今でも続くこのなんていうんですかね、ドラクエとかあるじゃないですか。うん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 。あれが、はい、あれだったんですよ。誕生して衝撃の、うん、はい、うん、ものだったんですよ。なんで閉じたんですかね。あ、はい、もう一回再度。ファミコンなんで切れたの。はい、ファミコン本当にわかんないですね。青野軍団さん、都にはなかったわけさって。あったよ、あったんだと思う。じゃあ世代じゃないですかね。そう、うん、でもね、いおりさん嘘つけ作法って来てますよ。は、知らないんじゃない。この同級生なんですけど、このいおりさんね、 MTMR はどっちやねはい、そうですか、うんうん、え、じゃあどんな遊びしたんですか、あなたは。海ですよね、普通に海海で、うん、あの学校帰りとかはいはいに泳ぐ。さすが都。そのまんま制服とか体育着とかで泳ぐ。ほう、で今度台風の時に泳ぐみたいな。台風の時に泳ぐ。泳いでましたね。台風の時限定で。台風の時はもうなんか率先して、うん、夜中行ってみようとか。傷だらけ。絶対やらない方がいいですやりません危ないですよ、そんなもの。危ないですよ、はい、危ないですよ。でもファミコンは本当にまたファミコンに映す分かんないかもしれない。いや、ファミコン、はい、ファミコンね、うん、スーパーマリオ知らないですか。わかりますよ。ダース・ベイダーは何ですか。スター・ウォーズです。間違えた、間違えた。あのピッ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 ってやるゲームあるじゃないですか。何ですか、ピッ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 。
こう昔のなんていうんですか、打ったりするやつ。打ったりするやつ。なんでしょうねあれ。ファミコンじゃないんですか。マリオもファミコンだったんですか。そうですよ。え、だから今に通じるこのゲームっていうのは大体ファミコンからこうもう発祥してるわけですよ。もう30年以上じゃないだから。長い歴史ですね。あなたよりもだから年寄りですよ先輩。だからドラクエ先輩って呼んでくださいこれから。ドラクエ先輩って呼ぶんですか。ドラクエにはもう呼び捨てダメですよ。そうですね、先輩ですからね、うん、言ってください。ドラクエ先輩ドラクエって何って。あ、インベーダー、インベーダー。あインベーダー。いや、インベーダーって俺よりも古いぞ。本当ですか。インベーダーは一番最初のゲーム。お送りしている曲は大塚愛で黒毛和牛上塩タン。あなたが、あなたがあれしたんだけど、上塩タン焼き680円ってよ。あ、よりファミコンわからないんじゃない。よりもちょっとごまかしてる節があるんですよ。どういうこと。年齢ごまかすわけ。縁がある、うん、節でしょ。今迷ったんですよ。節か、節か。しかもすぐらいバカだな、本当に。レナちゃん、ドラクエわからない。今ドラクエの続編が出てますよ。じゃあそれよりだから、レナちゃん、何だった、かっちゃんと付き合ってるんですか。しつこいなと思ってるやつな。ファミコンが引っかかってるし、わかめジョスって言わないでもらっていいですか。なんで、さりげなく言いましたよ。なんで、海ですか。わからんよ。海だからわかめ。あ、青野軍団さん、キャン君は何歳ね。あ、言って、何歳。あ、もう年そのまま行っちゃった方がいいですからね。うん、付き合ってますよ。付き合ってますよ。帰ってきた。れなちゃん、会ったことあるのかね。ね、うん、キャスで知り合ったってことですよね。ねえ、てかみやちゃんさ、めっちゃ変えてる。だからみやちゃんピでありんすよ。れなさん付き合ってるんですね、本当に。何歳。僕、ジャスト30です。はい、昭和62年生まれです。私の心ですね。 LINE でやりとりよって。だから会ってないわけでしょ。モノクロのインベーダーゲームに透明なから。インベーダー確かゲームボーイで復刻版ありましたよね、初代のゲームボーイ。なんか遊んだような記憶があります。キャン君結構行ってんねってよ。はい、結構行ってますよ僕。でも未だにお酒買うとき身分証って言われることがあります。あーあるか。格好がジャージで動いてるときとかもあるんで。ああ、でも若いかもな、髪型とかもな。そうですね、ツーブロック、こんな年でツーブロックしてるのなんていないですよね、なかなか。ツーブロックはいるけど。僕ですって言う。この感じは若いんじゃない、この髪の感じ。おっさんはできんよな。でもいるよな、こんなしてるおっさんな。キャさんももうすぐおっさんって言われますよ。もうすでに言われてもおかしくないです。もう子供会ったことあるってよ。え、かっちゃんさん、会ったことあるんですか。時刻は5時46分を回りました。入ってないね。入ってないですね。なんでですか。時刻は嘘だろ。5時46分を回りました。はい、はい、
今日はですね、サザンブリーズ、はい、サテライトスタジオより FM ギノワンのサザンブリーズという番組お送りしております。お願いします。はい、さあ、今日はですね、トークテーマ懐かしいあの頃ということで喋ってますが、懐かしいあの頃、はい、僕は昭和50年生まれなのでね、うん、はい、やっぱ今とだいぶいろいろと違ってるわけですよ、うんうんうん、例えば、はい、僕らの頃はもう携帯がないですから。わかりますか。はい、いつ頃から携帯逆にあったんですか。いつ頃、うん、20代前半、うんうん、ぐらいからですね。やばいですね。キャッチのお仕事をするときに、うん、バイトだ、はい、携帯ないといけないよって言われて持ったのが一番最初ですね、うんうん。あー、そっか、仕事で持たされる。そう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 、キャッチの仕事で、キャッチの仕事で持たされました。うん、はい。でもすごいですね。慣れないんですね、なんかね。ガサガサ言うんだ。あ、で、その携帯ない時って、はい、なんかあの最近聞いたんですけど、うん、あの駅とかだったら、うん、伝言板とかに書くんですよね。え、そうなの。駅、ほら僕沖縄じゃないですか、うん、駅ないんですよ。宮古は駅あったのかね。ない。宮古島はだいたいはぐれないですからね。そう、人も多くないし、別にだいたいね、どこもだから会うとき、例えば約束するときは、うん、はい、自宅に電話かけるんですよ。わ、うん、かります。自宅に、うん、お父さんが取って。そうそうそう、だからね、ドキドキもんではあるんですけど、うん、この公衆電話に行くこの楽しみ、なんていうの、テレホンカード、うん、持って、うん、別に親にちょっと出てくるって言って、こう公衆電話行って、もうドキドキしながらこう電話かけるわけですよ、はい、これはね、やっぱ懐かしい、このなんていうの、ノスタルジックだなと。これ家ではかけなかったんですか。家でかけたら、この親が聞いてるわけですよ、はい、要するに部屋に一つではないんですよ、電話は。うんうん、コキ、もうコキなんてないから。黒電話、黒電話でもないけども。まあでも黒電話もありましたよ、全然普通に。はいはい、黒電話。そう、あ、このシュプリームさんからコメントが来てるんですけど、うん、ピークはもしかしてポケベルなんて知らんのか。ポケベル知らない、あのどういうものかっていうのは理解してるんですけど、うん、わかんないです。僕もね、でもポケベルはそこまで持ってないんですよね。なんていうの、ポケベルは今みたいな携帯みたいに必須だよ、封じではなかったわけよ。安くなかったんですか。なんか安そうなイメージ。いや、安いけど、なんていうの、今も携帯って持たないと何にもできないじゃないですか。うんうんうん、そんな感じでもなかった。結局あれ、こうあれが電、なんていうの、ババってこうあれが来て、数字かなんか文字が来て、うんうん、じゃあ電話しますみたいな。あ、そうそう、だから結局電話なんですよ。でもキャンさん持ってましたよね、多分ポケベル。世代じゃないですか。世代じゃないよ。世代じゃない。しかもポケベル分も短かったですよ、はい、うん、ポケベル短かったんだ、はい、コメントがベル恋するかっちゃんから、ポケベルの時ベル友の子、女の子いたわ。ベル友ってすごいですね、メル友みたいな。うん、まあベル友ね。じゃ、手紙でした。いやいやいや、手紙でした。このなんて言うんですか、手紙じゃないですね、本当に電話ですね。僕は手紙、字が汚いじゃないですか。はい、だから字は書ききれなかったですね。ああ、あなた手紙ですか。私携帯でした。中学校の時携帯持ってたので。あ、でも、うん、まだそのあんまり普及してなかったんですよ。はいはいはい、私一応持ってたんですけど、無理やり、うん、買ってもらっても、はいはいはい、だだこねて買ってもらって、はいはい、けどいないから結局相手のね、男の子とかにかけるときは家じゃないですか、うんうん、お母さんが取ったときの嫌そうにする感じがね、あ、はい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 、懐かしいですよね。でしょう、誰、どこの子って言うんですよ。しかも宮古島だからすごい聞かれてました。どこどこの子、はいはいはい、とか携帯で、携帯から私はかけてるのに、うん、相手は家だから。で、今の子たちはやっぱ LINE で告白するということですよね、うん、この、うんうん、なんだっけ、かっちゃんとかも LINE で付き合ってるとかっていうこのやり取り、ちょっとまた変わってきたなと。はい、すごいですよね、世界が。メールいっぱい来てんの、もしかして。はい、メール来ておりますので読ませていただきます。すいません皆さん、はい、飛ばし読みます。うん、サザンブリーズ、セッコキャン君、山内さん、こんにちは。今日のテーマは懐かしきあの頃。はい、私の先輩の話。うん、
これちゃんおかさんからですね。はい、学年切ってのマドンナと言われた美女を同窓会に引っ張り出したい先輩たち、うん、はいはい、年齢を50過ぎてる連中が〇〇子が来るなら俺もと言って同窓会の参加者が、膨れ上がったそうです。はい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 。ところが、うん、時は残酷、同窓会がお開きになったら丸々子さんの話をするのは誰もなく、しらけたまま開催になったらしい。あ、そうですか。僕ね、最近、うん、同窓会があったんですよ、高校の時の、はい、本当に、うんうん、多分こんな大きくやるの初めてかなってぐらい、うん、でやっぱりこの高校の時のマドンナ的存在も来てたんですけど、うん、可愛かったですね、今でも。やっぱり、うん、これ、うん、あれじゃないですか、この健在してたらまだね、健在、あの美人な姿が今でも健在してたらいいんですけど、この逆に顔で触ってるんですか、顔の音もう何なのか分かんなくなりましたまたメールが来ております。終わりかよだから高坂さんしないのメールいきますね。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、佐久山真一さんこんにちは。うん、どっち、はい、宗先生です。先生、うん、昨日の忙しさと寝不足から、はい、朝からバタンキューしてました。お、かわいそう。そしてテーマ、懐かしきあの頃、うん、はい、懐かしき子供の頃、うん、私が子供の頃というと、まだ新都市も再開発されていない、わかる、昔からの街が元気な時代でした、うん、それはもちろん国際通りも懐かしい、うんうん、地元の方で賑わっていました、はい、山形屋もあった、うん、これなんだろう、読めない、ん、何栄冠も、国営館、国営館も、うん、グランドオリオンも、うん、シネアルテも、うん、ベスト電機も、うん、国際ショッピングセンターもあった。懐かしい国際ショッピングセンター。山内さんが学生の頃は、うん、三越の中に映画館があった時代じゃないですか。 あったね。私はその時の記憶が薄いのであんまり覚えてませんと来てますね。なんかね、ドラえもんとかやってたんじゃないかな、違ったかな、うん、国営館、ドラえもんってそんな昔からあるんですか。わお、わお僕がちっちゃいとか余裕でありますよ、こんにちは、こんにちは今からバーベキュー終わった、終わりました、終わった、終わったんですね。はい、はい、そして、うん、青の軍団さんからも来てますよ。はい、青の軍団さんから、はい、どうぞ、うん、はい、どうもどうもじゃねえよチーズセコー、はいはい、そしてゆるふわパーマメントさん、はい、ありがとうございます。ルーキーキャン君、うん、テーマ懐かしきあの頃、はい、21歳の時、うん、誰もが憧れるモテキってやつが俺にやってきてよ。ほうほうほう、何やっても女当たりも良かったわけさ。マジか、いいな。あの頃は毎週違う女の子と遊んでたや、うん、もうよ、すごかった、映画のモテキあったさ、あんな感じだったさって来てますね。ありがとうございます。映画のモテキ、ね、どんな感じだったんですかね。超モテていく話なんですけど。ああ、そうなんですか、うん、いいですね。いいね、モテキありたいですね。なかなかね。昨今モテ期はありましたか、最後に。最後に、はい、ありましたよ。いつですか。学生の時。学生の時、高校の時に、うん、こうなんていうんですか、入学した時はあったんですけど、うん、入学した時があった。入学した時にはモテ期だったんですけど、うん、はいはいはい、よく言われてたんですけど、うん、すぐなくなりました、このキャラがバレて。声とキャラ、おばちゃんキャラがバレて、うん、すぐモテなくなりました。これが最後ってなんか嫌ですね。あ、これ最後なの、モテキは。はい、最後ですね。最近は変な人から言われたりはしますけど。それもモテキじゃないですかね、おじさま方白髪のとかね。はい、白髪ということで、お時間もそろそろになってきました。皆様またですね、明日もこのトロピカルビーチから放送いたしますので、はい、もう大雨とかじゃない限りね、はい、やりますので、晴れるでしょう。ぜひぜひ聞いてください。それでは皆さん、また来週、さよなら、さよなら。皆さん、コメントが皆さんあんまりなんか来てなかったです。
いや、僕のとこに来てましたよ。私、うん、こっちに表示されなくてごめんなさい。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。なぜに昨今のドアップって来てますよ。サービスですね。ありがとうございました。じゃあまた、この後は何だろう。この後はあれかね、ピンクの方。今日終わります。あ、今日までじゃない。今日まで、うん、ピンクの方も最終回。なんでまたドアップすんの。ドアップになるんですよ。しちゃうんですよ。キヨさん、そう、キヨさんね。サービスだったら脱げやって来てますよ。うれ、軍団さん、キャン君がめっちゃ驚いて引いてるよ、ドン引きしてるよ。何でした、キャンさんのキャッチフレーズ。変態、変態じゃないな。キャン君のキャッチフレーズは何だった。サクランボーイじゃん。サクランボーイです。たまにサクランボーイ、たまにサクランボーイ。違う違う違う、今度新番組やります皆さん。あの8月か9月ぐらいから、オパンティ教授とワカメ女子、たまにサクランボーイ。こういうな、こういう番組になりそうですね。どうですか。普通ですよね。普通ですよねって。またテンパるんだろうどうせ。オパンティって言います。この人さ、本番だよ、絶対弱いんだよ。今日のテンパレ半端じゃない。すいません、僕はあの素人なんですけど。うん、キャン君チャラ男だべって来てるよ。あ、はい、チャラ男ですよ。チャラ男です。あのチャラ男って言われる。消して消して、もうキヨちゃん始まる。ありがとうございました。すいません、また来週もよろしくお願いします。結構撤収も覚えて。はい、ナイフとかも全部持ち帰りですね。コーデックと、はい、パソコンだけ持って帰るんで、はい、あとは全部こっちに。雨降りましたか。はぁ、おしまい。はい、お願いします。なんか最後なのにあんまり喋らんかったね。